市の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。ルミさんはですね、徳島県出身で地元の高校を卒業後に江別市にあります酪農学園大学の獣医学部へ進学されました。でその後はですね、釧路農祭で獣医としてお仕事されてたんですけれども、2011年に大学時代のね同級生であるご主人とご結婚されて、現在3人のお子さんのママでもあります。2020年にご主人が開業されて、現在主にですね牛の繁殖関係の業務のお手伝いをされながら、ルビーというねお名前でハンドメイドで牛グッズを制作されています。今日はねいろんなお話聞いたんですよ。こう牛とミシンが大好きな獣医さん、本当ねいろんな多種多様なことをされてるなというふうに思っているんですけれども、それをね生き生き頑張るあのルミさんのお話聞きたいなと思っておりますので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらと思います。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。ウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは幕別町のハンドメイド作家ルビーさんこと佐藤ルミさんです。今日はですね、牛とミシンが大好きな獣医さんということで、今日はねいろいろ聞いてみようと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのご主人がそうやってこう牛さんの体内からね、はい、まあ、受精卵なり卵子なり、ね、はい、取る作業をね、はい、してるけれども、あのルミさん自体はそういうふうに旦那さんと一緒に行ってどんなお仕事をされてるんですか？あ、私はですね、その夫が取ってきた卵子を、うん、まあ、血液の中に入ったような状態で、うん、そうなんだ、あのバランスに、うん、針を刺すので、うん、血液に混ざったような状態で、うん、液体として、うん、来るものを、うん、からお家に持って帰ってくるんですか？あ、いや現場でやるんですけど、うんうん、なんかバスみたいので、その農家さんによるんですけど、うん、まあ、場所が準備してくれてる時は、あの機材を全部下ろして、うん、事務所みたいなところで、事務所みたいなところで借りるか、まあ、車の中でもできるような設備は整えてます。でその液体から卵子を選別する仕事をしています。はい、針で刺して卵子を取るって、うん、ちょっと怖いっていうかね、なんていうか、そうですよね、針が穴開いてるってことですか？そこで針に穴が開いてます。空気で吸うって感じで、吸引器っていうのが別にあって、うん、そこからこう空気をスッサーって吸うようになってる、うん、なんか針を刺すとスッて吸う、スッて吸われるような感じになってて、うん、こういうあの遠近管っていうんですけど、うんうん、そこに溜まるようになってる、うんうんうん、液体として、あ、じゃあ溜まる液はこう、はい、吸引器の方についてるね。そうです、そうです。はあ、だいたいその1日で何頭ぐらいの牛の卵子を採取したりするんですか？多いところで10頭、うん、でまあ少なければ1頭から。10頭って朝から晩までだいたい1頭に半日ぐらいでやりますね。何分ぐらいの作業なんですか？OPU 自体で10分、うん、で10分から15分で、絢爛で15分から20分ぐらい。あ、じゃあもう結構頭数がいる時は、まあ、そうですね、10頭の時でも、まあ、最近は
手伝ってくれる人もいて、うんうん、昼ぐらいには終わります。昼過ぎですね、まあ、早く送らないとね。そうですね、培養液につけてその受精する人、はい、っていうか、それも、まあ、時間があるので、うん、逆に早くは始めれないんですよね。あ、そうなんだ。ついてからの時間とかもあるので、うんうん、計算して早すぎると、うん、それまでに つかない場合があるので、受胎しないっていうか、その受精されないってこと、受精の時間がその時間にできない場合があるので、うん、ちょっと遅らせて、まあ、朝一からしようと思えばできるけど、こっちは、うんうん、でも9時とか10時とかに始めるように合わせて、うん、で次の日に、ね、送ってから受精ができるような時間を計算して始めます。あー、なるほど、はい、あ、じゃあ何、1日空いてるってことですか。てか朝取るじゃないですか、はい、それでその取った卵子を送るじゃないですか、流し口に、はいはい、それでその間に成熟させ、まあ、培養液につけてね、移動してる間に成熟しながら移動していって、うん、あ、培養液につけてがこう揺られながら成長してるわけですね、卵子は。そうですね、それでつく頃を、ね、に成熟、向こうで受精してもらうっていう感じですね、うん、はあ。でできた受精卵は、できた受精卵は全部凍結、ほぼ凍結なんですけど、うん、向こうも農場を持ってるのでそっちで買い取ってで、うん、つけてくれる時もあります。ちょっとランクが落ちるような受精卵は、うんうん、凍結までできないような、そうですね、うんうん、そのままこっちで使いますみたいなのもあります。はあ、和牛とかってことですか。和牛ですね。ホルスタインも、ホルスタインもあるんですか。そういう場合もあります。で産ませたらじゃあ取りに来てね、はい、農家さんみたいな感じ。そういうわけでもない。あ、もう受精卵として販売しちゃうという感じですね。あ、なるほど、はい、あ、そうか、受精卵自体を販売 して農家さんに移植するってことか。そうです、ね、そうです、そうです、生で移植できるような農家さんに売って、はいはい、まあその欲しいよ、なかったら言ってみたいな農家さんが何件かいて、はい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 、ってことですね、はい、そうですね。でそのちょっとランクが落ちたんだったらもらうねっていう、うん、はい、もらうねっていうか買います、買いますみたいな人がいれば、はあ、まあ、それはそもそももうピューするっていう時点で契約してる農家さんがいたり、それはまあ農家さん同士 の、うん、話し合いで決まるんですけど、うんうん、まあ、うちは中間業者なので、うん、はい、いやけどなんかその行為をするということだけで、はい、いろんな人が関わっていろんなことやってるなっていう感じだし、はいはいはい、いろんな人の力が加わってます。そうですよね。で、はい、なおかつその何コントロールしてるわけじゃないですか、はいはい、その時間とか日にちとかっていうのを、はいはい、だからすごいなって今思いました。でもそうやってね、優秀な遺伝子をいい形で残していくための、はい、まあ、そういうことってことですよね、はい、それが生産者の方のための技術になればいいなと思ってます。ちなみになんですけど、その採卵技術とその OPU がその卵子を取る技術はやっぱそれができるまでって結構なんかこう資格だとかそういうのがあって、なんかこういうことをやらなきゃいけないとかっていうのがあったりするんですか。いや、特に資格とかはなくて、まあ、獣医師であれば、うん、それはできるんですけど、うん、やっぱり最初はできないです、うん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 、なので修行します、うん、まあ、そうですね、はい、ご主人も開業される前に、はい、そういうふうにやられてる人、そうです、同じようなことをやられてる人、そうです、体内採卵をされてる方の元で、うんうん、教えてもらってから開業しました、うんうん、はい、ちなみになぜ はい、そっちにこう重きを置いた感じで開業していこうっていう風にしたんですかね。もともと大学で、うん、繁殖学教室、うんうん、生産動物の繁殖学教室に属してて、うん、で、まあ、繁殖にその時から先生の採卵とかを見てきて、絢爛とかもしてきて、うん、やっぱり興味があったのと、うん、その前は釧路農祭で、うん、診療をしてたんですけど、うん、生活していく上で、うん、ちょっといろいろ大変な部分もあって、ね、うん、違った形で、うん、獣医師の仕事が、生産者に還元できるような仕事ができる、うんうん、自分たちも無理のない形で仕事ができるかなと模索した上で開業に至りました、うんうん、そのお二人、うん、ね、ご夫婦でこう獣医さんですけど、はい、お二人とも同じその繁殖とこの研究室っていうか、そうなんです、繁殖
のところにいて、そうなんです。でそのその時からお持ち帰りもしてて、はい、そうです、ね、で就職先も、はいはい、同じ釧路農祭で、はい、でまあ将来的に一緒になってこのお仕事を続けていく中で、はい、やっぱりそのね、やっぱね獣医さん、はい、普通のね診療する獣医さんはね、やっぱ夜の当番があったりだとか、やっぱそういう意味で、はい、あの体力的にもねハードな手術だったりもあったりするから、はい、そういう意味ではね、こう2人でね、もう家族を持って生活する上でやっぱね、うん、時間がうまく、ね、はい、家族の時間も使えるようになったらいいよねっていうことも含めて、はい、そうなんですね、っていうことだったってことですね、はい、まあ、診療の仕事もすごく好きだったんですけど、うんうん、やっぱり子供ができてからちょっと2人ともが交代で当番をしながら常にどっちかが夜はいないみたいな状態で、うんうん、まあ、まだ子供も小さかったんですけど、うん、もうわーって子供も泣く中、うん、当番に、うん、夜の当番とか電話だったらわーって言ってますよね、朝方とかも、うん、まあまあって言われながら行ったりしてたので、うんうん、続けられなくなって、うん、いやー辛い、はい、なんかママって言われながら、はい、朝ね、はい、何段だって言われて、そうなんです、呼ばれていくのとか辛い、はい、結構大変な毎日を過ごしてて、そうですよね、はい、忙しすぎてちょっと私は何のために働いてるのかちょっとよくわからないみたいな状態になっちゃって、本当に自分の時間がないですよね、はい、なんかもう何いろんなものに追われて一、うん、はい、日終わるみたいな、うん、そういった ね、でちょっと働き方を考えようかなってなって、うんうん、はあ、いろいろ考えた結果今に至ります、うん、でやっぱその開業しているからこそ、はい、うん、例えばその子供の用事だとか何かがあった時はちょっとこう仕事を軽めにしてとか、はい、そういうバランスを取りながらやっていけるってことなんですよね、はい、はい、そうですね、でもそのスケジュール組むのなかなか大変ですね、そのオファーされた農家さんの都合とか、そうですね、牛のね状態とか、いろんな形でもあるし、はい、一応その今幕別町にね、うん、住んでいるから十勝、うん、管内ですか、うん、十勝管内ですね、十勝管内だけ、はい、だけですね今のところは、はい、っていう意味ではね、はい、その交通というかその行くまでの時間とかね、農家さん十勝管内って言ったってね、やっぱり1時間以上かかる場所もありますしね、はい、陸別なんかは2時間近くかかるので、そうですよね、はい、だからやっぱそこでね、その前に子供を送り出して、はい、お迎えに行くまでに帰ってこないとって感じですね、はい、お二人で行く場合は、はい、そうですね、だからそういう意味でも私の仕事量はやっぱり、うん、子供に何が起こるかわからないので、うんうん、あんまりキツキツには詰めないようにはしてて、週2回ぐらい、うんうん、2、3回で、うん、どうしてものところを一緒に行く感じにしてもらってます、うんうん、あ、はい、でもそうですよね、はい、やっぱこう体調崩したとかね、はい、いつ保育園とかどこから連絡来るかもわからないしね、はいはい、今陸別とか言ったらちょっと厳しいですもんね、そういうことも何回かありましたけど、うん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 、ちょっとすぐには行けませんとか、うんうん、やっぱりコロナの間とか、うん、ね、急に呼び出しがかかったりとか、うんうん、結構何回もあって、うん、まあ、とかそうですね、まさかあんな元気だったのにとかね、まあ、元気なのにやっぱり、うん、周りでコロナが出ると呼び出されたり、うん、もう返してくださいみたいになったりするので、うん、まあ大変でしたね、振り回されるっていう感じですよね、はい、2台とかで行かなきゃいけないんじゃないですか、はい、2台で行く時もあります、やっぱりお迎えの時間が間に合わない時とかは、うん、トスが多いとかね、うん、はい、2台で行って私だけ先帰るとかもあります、やっぱいっぺんに何件もね回る場合、はい、場合もあるってことですもんね、はい、やっぱそのねオファーを受けた農家さんが、そうですね、やっぱり、はい、スケジュール組むには、まあ、遅い時間になっちゃうときはやっぱり1軒目だけは私一緒に行って、うん、2軒目は夫が一人で行くとか、うんうん、いうパターンも結構あります、はい、あ、そのスケジュールはやっぱ旦那さんが決めるんですか、そうですね、へ、はい、なんかそういった感じでご主人と、まあ、お仕事も生活もなんか、はい、一緒にいる時間が長いじゃないですか、はい、でその獣医さんとしてのこう考え方っていうか、はい、ていうか、はい、そういうのってこううまくやっていくのっていうのも大変なところもありますか、そうですね、まあ、でも今の仕事に関しては、うん、夫に従ってます、うん、まあ、やっぱりね、はい、その自分のこう家族としての役割と、はい、っていうことも考えた時に、はい、そうですね、主導
はあの主導権は夫に、うん、譲ってますここまで来たっていう話もすごい面白いなって、はい、面白いなっていうか、はい、やっぱその一緒にご主人と生活をして家族を持っていく上で、はい、やっぱその時間の作り方とか、はいはいはい、あと自分たちの持っているものを生かすためのやり方っていうことにたどり着いたみたいな感じですよね。トカチウーマンフロンティア。え、てかなんでトカチに来たんですか。トカチに来たのは、うん、いやすごく魅力的だったんですよ、トカチが。ね、その大学楽農学園ですけど、はい、そこから釧路農祭にお二人ともね、はい、そこで入って、はい、でその開業するのになんでトカチに来た、はい、みたいな。すごくトカチは天気予報とか見ても、うん、すごく晴れてって暖かそうで、うん、気候が良さそうで、うん、美味しいものがたくさんありそうで、うん、すごく魅力的に見えました。え、それは結構あれですか、はい、釧路で働いてる時とかもたびたび十勝に遊びに来たりとか、はい、そうですね、夫の実家が阿修羅町なので、あ、はいはいはい、阿修羅にはよく遊びに行ったりもしてて、うんうん、はい、十勝はいいところだなとは思ってました。やっぱりご主人はその地元だから十勝でっていう思いも、はい、多分あったと思います、はい、やっぱり実家にも近いし、うんうん、はい、まあね、会いに行こうと思ったら1時間ちょっとで行けるし、はいはい、っていう感じで、はい、でもやっぱ知らないところでこうやって新しいお仕事を始めるってなったら、うん、やっぱこういうお仕事はね、うん、そのお客さん大事じゃないですか。そうですね、だからどうやってこう開拓してったとかあります、はい、それも、まあ、口コミでってことだから。そうですね、前に働かせてもらってた、うん、採卵をやってた方 の修行してた、はい、そうですね、うん、の仕事を、まあ、やってる間に自分についてくれたお客さんはそのまま引き継がせてもらったり、うんうん、まあ、そのつながりで紹介してもらったりっていうのも結構あって、うん、ありがたいことに、うん、はい、お客さんが営業したという感じでもなく、そうですね、流れとともに、うん、いやでもやっぱりこういうのってすごい技術力っていうのもあるじゃないですか、はいはい、だからやっぱねその口コミってすごく 、はい、大事っていうか信頼があるんだなって思います。はい、ありがたいことに細かくないとっていうのかな、細かくないとできなくないですか。まあ、性格的なことも結構あるかなとは思います。夫、うんうん、は結構几帳面で、うん、真面目な仕事をするので丁寧な仕事をするので、うん、まあ、そういう意味でもお客さんついてくれたのかなとは思ってます。うん、やっぱりなんかね、はい、こういろんな獣医さんっていますからね、はい、やっぱそういう、うん、繊細なところじゃないですか。やっぱりそうですね、やっぱり今までやってた診療の仕事の仕方とはやっぱり全然違う仕方をしてますね、うん、やっぱり診療の時も、ま、ちゃんとするところはするんですけど、うん、ね、あんまり細かいことって、まあ、手術の時とかは細かいことしてましたけど、うん、どっちかというと現場で踏んまみれになりながら仕事をするようなことが多かったので、うんうん、結構体力とかもあるし、ね、はい、体力ですね、力もあるし、はい、結局はね、牛さん酪農家さんもそうし、はい、農家さんみんなこう、はい、具合が悪いとかね、はい、立てないとか、はい、なんか自分でどうしようもないっていうところを獣医さんにお願いしたりするから、はい、やっぱ力とかをね、はい、必要になりますよね。なりますね、とか腕が長いとかね、ありますね、腰が曲がって出てこないとかね、そういうのとかも全部、そういう意味では結構苦労しましたそうですよね、獣医さん自体もね、こうやって農家さんに回ってたお仕事をしてたわけだからね、そうですね、大変でしたね大変でしたあんまりそんなにね手足長い方でもないし、やっぱり農家さんに助けられながら、小柄ですよね。いや小柄でもないんですけど、まあ、普通なんですけど、うん、やっぱり男の人に比べるとそうですよね、手が短かったりっていうのがあったので、うん、力とかね、はい、やっぱり助けてもらいながらやってました、うん、はい、ということで、はい、リクエスト曲を聞きたいんですけど、リクエスト曲、はい、ウルフルズの笑えればにしようかなと思ってます、うん、はい、なぜその曲を。大学時代とかよく友達が歌ってて、うん、あ、いいなと思ってて、すごく明るくなれる曲で、うん、まあ、結婚式にも使った曲なんですけど、うんうんうん、なんかこう何にしようかなって今回
考えてて、うん、やっぱ聞き直したらすごいやっぱ良かったんで、うん、いいですね、ちょっと、はい、明るくなれる、ね、ご主人との思い出も蘇るようなと、はい、いうことですね、はい、はい、じゃあぜひ聞いていただきましょう、はい、はい、お願いします。はい、トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 疲労の紹介です。疲労町の農業は冷涼な気候のため、酪農畜産を中心とし、天才やバレーショ、小麦、豆類なども作付けられている純農村地帯で、豊かな自然の中で循環型農業を実践し、安全で高品質な農畜産物の生産に取り組んでいます。また農業生産額の 95% 以上が酪農畜産が占め、特に生乳は衛生的で高品質のものが生産され、チーズの原料として出荷しています。 JA 疲労では疲労町で生産した農畜産物などを直接消費者の皆様にお届けするため、疲労町 A コープサンタ村に直売所を開設し、農産物をはじめ加工品、冷凍食品、工芸品などを販売しています。販売している商品は町内で生産された新鮮野菜、広尾町産の黒毛和牛のハンバーグやステーキ、また牛肉を使ったメンチカツ、餃子などの冷凍食品、鹿肉ジャーキー、鹿肉ソーセージ、鹿肉ジンギスカン、広尾産牛乳で作ったカップアイスなどを販売しています。広尾町にお越しの際はぜひ広尾町 A コープサンタ村にお立ち寄りください。以上 JA 広尾の紹介でした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。
広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、疲労町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の疲労町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。